今日もレターパックが届きました。これねすんごい楽しみで超待ってたの。早速開けていきます。すごい、これ届いたやつ。これねこっちが確かマイクロかな、うんだった。でこの青いのが、いや違う、これがマウイで、青いのは2つを頼んでて、青いのがメデブとマイクロ、まあ、ちょっとサイズは違うんだけど。でここにねサスペンダーがついてきてるの、超かわいい。ちょっと開けていきましょう。かわいすぎでしょ。これがマウイちゃんのかな。でどうなんだろう。ちょっと後でやりながらちょっと見ていきましょうかね。しかもこれ超かわいいね、めっちゃいい。これ面白い。ちょっとね、これもねわざわざつけてもらっていて、これが何おむつ的な、尿パッド的な。でこれが本題のやつね。これをちょっと開けていきます。これが中開けたやつね。これがマウイちゃん、超かわいい。でここがお腹の部分になって、これが首に行くんだけど、首の下から巻いて、でこれがね上でこうリボンで首を留める部分になるんだよね。ちょっとね口頭じゃ分かんないからつけてみたいと思います。これが多分メデブのかな。超かわいい。ちょっとつけていきます。本当にかわいい。こういう感じでつけるのかな。これがねあの付属っていうかつけてくれてて本当にありがたいですよね。でこれがね介護用パッドらしいです。本当にブルちゃんってこれぐらいじゃないとね入らないんで、これをつけていきます。マイクロにねちょっと戦いながらつけてみたらこんな感じ。かわいい、めっちゃかわいい。本人嫌がってるけど。ねえめっちゃかわいいやんマイクロ。嫌な、しょうがないよ、あなたおしっこしちゃうじゃん。マウイがヒートだからね、そんな匂いでおしっこするんだよね。すごく超かわいいんですけど。めっちゃ可愛いんですけど、うん、なんかエプロン着てるみたい、超可愛い。こんな感じ、上からは分かんないよね。いつも一級ママさんの商品ってここにねブルドッグっていうこういうのが入ってて超可愛いの。これがマウイちゃんのね。マウイちゃんのさちょっと大きいのかな。ちょっとマウイしっかり立ってくれないと分かんないよね。うん、マウイがなかなか立ってくれないからうまいし動画が撮れないけど、こんな感じです。これがあのパンツ型なんだよね。ここをペタって止めて、でここにねなんかあこれこれあって、ここからも開けられるの、これすごいいいなと思ったね。女の子だからここをね、あの男の子みたいにマジックテープじゃなくってあのリボンにしました。